校で飛び丸は一人何をしているんだろう。けど、青崎の言う通り。文字で物事を覚えるのは苦手みたいだ。バイトの時間だ。何のつもり？
そうだな、一口じゃ説明できないから座るよ。それで、何？ああ、遅くなったけど、こうして話がしたかったんだ、アリスと。私と？会うことではなく。ん？そうだね。青崎とはもっと話したいところだけど、それよりは三人で話してみたい。青崎は普段からアリスとは会話がないって言うんだ。それが俺のせいなら困るし、俺のせいじゃないならもっと困る。せっかく同じ場所にいるのに会話がないなんてもったいないと思うんだ。あなたは私が怖くないの？ああ、だってそう言えるほど俺は君をよく知らない。話。ん？私と話をしたいと言ったでしょ。なら好きにしてみたら？じゃあ、あの鳥の話よ。ほら、そこにいる青い鳥。たまに見かけるんだけど、君の飼い鳥か？それとも、ほら、なんて言ったかな。プロイだっけ？あの鳥もアリスの使い魔？あれもプロイだけど、私とは何の関係もないダッチョウ。随分古くからいるだけで、私もよく知らないわ。ん？じゃあ勝手に住んでるのか、この家に。勝手になんて、私が許すはずがないでしょ。ロビンは本当に役に立たないけど、あんなのでも母から譲り受けたものだから。失敗続きでも特別に住まわせてあげてるの。そっか、安心した。ここに住むの役に立たなきゃダメってわけでもないんだね。
ごめん、アルバイトがあるからもう行くよ。待って。ん？何？その今日はポットがあったけど。あ、うん。昨日の反省点だったから結局使ったのは自分だけだけど。そう、そのポットはコーヒーとの兼用だからハーブティーには合わないわ。なかなかに奥深い。あれかな、慣れないことはするもんじゃないってことか。どうして私を起こさなかったの？言って。起こす気も起きることも期待していなかったのはなぜ？言わなきゃいけないか。じゃあ言うけど、別に深い考えがあったわけじゃない。単に寝た子を起こすのは良くないだろ。冗談は聞いてないわ。冗談じゃないよ。眠っているのならそのままでいいと思ったんだ。話はしたいけど、それはまた目が覚めた次の機会にするべきだって。随分と悠長なのね。青子があなたを守るのは今日までだって聞いているけど、私に取り入る機会はこれが最後なのに。それともあれだけ忠告されておいてまだ何も分かっていないの？そりゃ何もわからないよ。魔術とか魔法とか、たった数日でわかるもんか。はっきりしているのは、アリスも青崎も言ったことはきっちり守るってことだけだ。なら、どうして？
どうしてって、そう言われても困る。そうだな。機会が訪れなかったのなら、それはそういうことだと思ったのかもしれない。君の寝顔はそれぐらい、なんていうか、判断に困った。青崎とは違う意味で、簡単には関われないと思ったんだ。そう。でも、しずき君は関わろうとしているのね。その機会は訪れなかったのに。機会はやってきたよ。なんで、こっちも今日ぐらいは自分の勝手にして無茶をしたくなったんだ。しずき君の言う通りなら、私はあなたを拒絶するしかないのに。まあ、そこが難しいところなんだけど。多分、そこを解決したがってるのは俺だけじゃないと思うよ。私はあなたの同居を認めてはいないわ。だろうな。それはきっと今は解決できない問題だ。でもそのうち何かの気まぐれであっさり終わるものかもしれない。だからその時までアリスはずっと俺を嫌っていていいんだと思う。大体だぞ。アリスだけじゃなく、青崎も同居を認めてない節があるじゃないか。だから認めてもらうなんて意気込み自体が間違いなんだ。どうあっても俺は青崎や君たちとは違うんだし。となるとあとは我慢してもらうしかない。難しい話だけど、一緒にいても邪魔にならないぐらいならその可能性は上がらないか。例えば、あなたが隣にいても眠っていられるぐらい。そうだね。例えばの話。実際、覗き見は趣味が悪いと思う。帰ってたの。ちょっと前にね。それでどうだったの、アリス。随分と話してたみたいだけど。